行った時、なかなかこうグルメどこがいいんだろうって分からない、なんかおしゃれな、知りたい、ランチできるようなところを、うん、そうですね、ランチでよく行かせてるもらってるお店を、はいはい、紹介したいと思います。ミュージックカフェアンジェスっていうお店なんですけど、店内にピアノが置かれてて、まあ、音楽と食を楽しむカフェっていうコンセプト、あ、そうですそうです、はい、聞きながらこうボリューム満点のランチが、これ絶対女子好きですよね。いや、ね、本当いろんな種類載ってるしね、うん、他にもパフェだったり、結構このスイーツも有名で、めちゃめちゃ力入れてますね。あ、そうなんですよ、本当にあの予約しないといけないぐらいの人気で、季節が良くなったカフェ巡りとか、奈良のなんかおすすめのカフェってありますか？クワードリフォリオ、住宅地の中にある穴場のカフェで、はいはい、店内にこう大きい水槽がたくさんあって、これですね、本当にあの水族館気分というか、ね、でこの中であのパニーニセットをいただけるんですけど、あれですね、はい、日替わりで確か3種類ぐらいあったと思うんですけど、はい、選べてすごい美味しくて、自家製のドルチェだったり、まあ、こだわりのコーヒーもこうお魚見ながら食べれるっていう、いいですね、子供とか喜びそうですね。大喜びですね。なんか最近大阪でもこう何々専門店みたいなの見かけること増えたんですけど、奈良もね最近結構増え出してて、中西ピーナッツっていうピーナッツの専門店、こういろんな種類の落花生だったりピーナッツだったり手土産だったり、まあちょっとした贈り物とかにもおすすめで、自分でこうナッツの種類を選んで 100% 無添加のピーナッツペーストが、ミックスはできるんですか？ミックスもできます。食べたいね、はい、人気のメープルナッツアイスっていうのが、うわ美味しそう。このアイス自体はくるみが入ってて、まあ、食感が残ってるぐらいのサイズで、本当に美味しいので食べてもらいたいですね。